すごいバイクだな、こりゃ。こりゃすごいバイクだ。CBR1000、RRR。はあ。もうマフラーなんか抜けちゃってるよ、これ。これでノーマルだもんね。すげえバイク、すごいバイク。もう気合入りますよ、もう、はい、気合入りますよ、これも。ああ、これすごい。ニーグリップしやすくできてるんだな。すげえな、やっぱ。へえ。ブレーキペダル置いたらニーグリップできるわ。で、ステップのとこにあれか、プレートがあると。はあ。すごいな、このバイク。へえ。このブレーキタッチ、クラッチワイヤーか。はあ。これすげえや。すごいバイクだ。すごいバイクすぎる。今こんななんだ。なんだこれ。さっぱりわかんない。されちゃって鍵穴ないじゃん、しかもこれ。そうなんです。鍵になってるんで、私ここいつもだとここにありますな、これ。あったあるんですか。ごめんなさい、これがね、はい、スタートボタンになるんですよ。で、これスタートボタンというか、これでスイッチオンになるんですね。で、押していただいて、うわっ、なんか動きましたよ。はい、動くので、あとはこのスタートボタンを押していただくと、違いました。その今乗る、あのエンジンかかるまでの過程が、はいはいはい、はい、こっちに切っていただければ。あ、これ切るスイッチで変えてるんですね。そうです。あ、なるほど止まるので。なるほどこれさ、おお、しかもモニターがなんか出た。はい、強烈すぎる。バーコード見たらババババって、はい、モト GP とかそうなったらありますね。はい、はい、わ、わ、わかりました、はい、はい、基本的にはノートパッチですけど。そうですか。はい、やっぱり、今の感覚でアクセル取っちゃうと結構いっちゃう。はい、私ブレーキのフィーリングとか見たんで、あ、これは覚悟でいくなと思ったんで、デリケートに扱わないとこれダメだろうなーって。アクセルもですね、特に一速二速なんかは、まあ、トルクコントローラーついてるんで、はい、するってまずないんですけど、はい、ただ予想以上の加速をしちゃうので、体が追いつかないっていうケースがありますので、ちょっと体重の5分ぐらいは、はい、少し抑えめな。そうですね。感覚的に慣れていただいたら、ただ少しちょっと開け、はい、ちょっとぐらい開けてみたいな。で、私はさコース図みたいな、なんか結構50キロ規制とかネズミ取られる場所があるって言ってたから、ね、もう自制して、はい、
わかりました。あの紙をもらったで、はい、ここに覚えた、何度か覚えようとしてるんで、はい、このルートでここから出てって左、基本も左回りで、こっち側森林だし、はい、こっち側草原だしで、はい、ちょうどネズミがネズミ取りやるって言ってましたよ。はい、ところなんですね、はい、これ持ってこいじゃないですか、こんなバイクでブイって言ったらもう、はい、出したいって言ってもお待たせしましたっていう話になっちゃうので、はい、ちょっとこの辺りは気をつけてやってください、抑え気味ね、抑え気味ね、はい、わかりました。まあ、森林の間みたいなとこ通る、人里離れたところになっちゃう、過激になっちゃいますので、ね、大丈夫か、ここってしばらく、はい、そんなとこなんですね、はい、ちょっとあの民家とかお店がポツポツ出てきて、あ、なんかちゃんとしたとこに来たなみたいな、はい、人里に降りてきたなっていう印象になると思います。なるほど、まあ、登るわけじゃないんですけれど、はい、あの僕がね一番大きい交差点で、はい、こういう感じだろうな、はい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 、ちょっと鋭角に左に、はい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 、ここ上がっていただいて、はい、もうあとは左にまっすぐ来ていただければ到着します。ああ、そうか、そこに出るってことですね。わかりました、はい。これは先導車とかつかない、じゃなくてもう一人で、ああ、いいですか、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ時間的には30分で、あ、そうですか、はい、承知しました、はい。でもこれで十分暖気もできると思います。そう、暖気がそうかなと思った、暖気ってこれしてるってこと、今してる、わかりました、はい、なんでもうあの出発していただいて大丈夫ですか。ちょっとじゃあ、はい、ちょっとね、ちょっともう、はい、もう十分注意して気合一発いきます。ありがとうございます。ちょっとヘルメットかぶってます。ありがとうございます。やばいよ。やばいよ、これちょっと。よし。当時の最初に、あ、ごめんなさい、前にお話ししたですね、プリンスシチーの侍という方のドライバーの写真が載っているので、これもお見せしておきます。生沢選手とか砂子選手とか小平選手とかみんな写ってますね。ここまでのですね、スカイライン GT のですね、レースに参戦してですね、得られた名声ですね、これでのアイデンティティをですね、今に続くこの丸型テールランプ、これは今でも続いてますね。まあ、この当時、作られたのは、大体アイデンティティとなったものがですね、存在、いいとこのようなキャラクターを持たされたという、持ったという、要素ですね。これがですね、まず直列ロッキとで、ハイパーエンジンを出せるためだったら、もうボディ切断も厭わない、ボディ切断さえするで、あとサーフィンライン、サーフィーライン今はなくなってしまったんですけど、ただ私は前にこれサーフィーラインと思われるデザインの部分があったから、サーフィーラインと名付けても良かったようなスカイルの時もありましたね。ちょっとその後でお話しますけど、僕の話です、後々お話しますけど、これがサーフィーラインですね。左側が S54B とか S50 型のスカイライン、右側がこれはケンベルですね、4代目のスカイラインですね。はっきりと後ろ側にですね、サーフィンラインが造形ラインがあるんですね。これが、まあ、S54B
からまあきちんとですね存在して、5代目のスカイラインまで続くんですけど、でもこれは続けても良かったような気がします。でも桜井慎一郎さんの、話ですと、見解ですと、6代目スカイラインでも、ボディライン全体でサーフィンラインを表したというふうにコメントしているので、サーフィンラインは続いているという、ちょっと無理くり的な言い方ですけどもできるのかもしれませんが、5代目までのスカイラインは明確にサーフィンラインになっているということですね。で、丸型テールランプは今でも続いています。でこの後々プリンススカイラインはですね、R380 はですね、プロトタイプカーとして桜井慎一郎さんが設計するんですが、このですね、丸型テールランプ と直列6筒というところはですね、プリンス R380 にもつながってるんですね。それでだからスカイラインとそのスポーツプロタイプカーのつながりが非常に強いと、設計者は同じということを強いと示唆しているというふうに感じますね。